はい、どうも皆さん、こんにちは。昨日すごいアップデート情報がやってきていたので、今回そちらをね、動画でご紹介していこうと思います。クラガチャンのー、ケースケ2曲のー、ケースケです。ポン!ということで皆さん、右下のね、新着タブですね。皆さんいつも見てますかね。で、はい、こちらですね、大工の拠点の今後についてっていうね、アップデート情報がやってきました。そうですね、大工の拠点のアップデートって2019年の6月かな、お最後にですね、アップデートやってきてなくて、もう3年と5ヶ月ほどやってきてないんですよ。で、ついに大工の拠点ですね、大型の調整を入れるよっていうね、発表がありましたんで、今回ね、まあ、新着タブでね、気づいていなかった人いると思いますんで、今回ね、こちらの情報をね、話しつつ、あとね、解説とかね、考察の方をやっていこうと思います。なんで、クラッカー動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の、最新情報とか、あとはね、チャレンジの攻略を動画で出していきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、大工の拠点のアップデート情報を見ていきましょう。レッツゴー。では、見ていきましょう。大工の拠点の今後について、あ、そう、ちなみに11月15日はね、私、ケイスケ実況始めてね、7周年でございます。あれ、7周年だっけ?でございますんで、皆さん。7周年おめでとうっていうね、コメントとかね、あとね、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。で、さあ、早速ね、見ていきましょう。はい。こんにちは、チーフ。クラッシュオブクランのゲームリードのスタートです。タウンホール15のアップデート実装されて、15年、楽しんでくれていいよってありがとうみたいなこと言ってますね。で、今回は、来年の前半に登場予定の大工の拠点 2.0 について、お話しします。まあ、大工の拠点2みたいなことなのかなって一瞬思っちゃうんですけど、更新されて 2.0 になるっていうね、話でございます。皆様からのご指摘通り、現在の大工の拠点はその魅力が最大限に発揮されておらず、過去に行われた微調整も十分とは言えません。そこで開発チーム、内外で協議を重ねた結果、クランの都の制作経験を生かし、大工の拠点に大型調整を加えることを決定しました。この大規模な挑戦により、大工の拠点はさらなる進化を遂げることでしょうっていうことなんで、なんと、来年前半に大工の拠点ですね。大型調整ですね。が入ることが決まりました。いやー、やっとですね。もう4年近く、アップデート来てなかった大工の拠点で、アップデートはやってくるよって話になってます。で、まあね、こっからね、まあ、長所と短所に語っているんで、まあね、気になる方はね、まあ、クラガの、ゲームハブからね、ぜひぜひご覧ください。まあ、これは長所がね、書いてありまして、で、短所ですね、大工の拠点が、なんてあんまりこう、なんだろう、ユーザーの間でこう、流行っていないかとか、なんかそういったね、ことに関することなんですけども、まあ、これは別にいいかな。そう、攻撃下に対する見返りの少なさ。そう、報酬ね、毎日ね、3勝ボーナス獲得するのにさ、やっぱ6試合以上はもう絶対するんすよね。もう大体勝率って 50% なんで。で、時間がかかってしまうし、かつ勝った割には報酬があんまりね、美味しくなかったりとか、そういったことが、やっぱりね、ちょっとストレスというか、ちょっとなんか楽しめないなっていう要因になっているのと、気軽にプレイできない不便さっていうので、まあ自分がね、攻め終わった後も、相手がね、攻めてて、ずっとなんか、地味なアチャ削りとか、まあ地味って言ったらあれですけど、アチャ削りとか、あとはもう残ったボンバ一体がひたすら壁殴ってんのに、終わらないみたいな、そんなこととかあったり、するじゃないですか。そういったね、自分攻め終えてんのに、相手待ちっていうね、ストレスとかもあったりして、やっぱり楽しめてないよねっていう、そういった短所があるんですよね。で、そういったことについて、私たちはこうした問題点について協議を重ね、解決策を見出すことができたと考えています。また、大工の拠点の強みに関してもさらに伸ばすことが、可能になるでしょう。現時点でお話しできるのは、大工の拠点 2.0 では、バーサス戦が廃止されます。はい、プレイヤー対プレイヤー PVP が、廃止されるみたいです。で、その代わり、毎日プレイできる新たな攻撃システムが追加されるということです。はい、このシステムについては、大工の拠点 2.0 に関する全体会議の中で、このモードをプレイしたいと、開発チーム全員が口を揃えて、感想を述べたほど好評でした。っていうので、めちゃくちゃハードル上げてきてますね。なので、来年の前半にはですね、今までやっていた大工の拠点の PVP、こういうな感じですね。プレイヤー対プレイヤーの、戦いですね。これがね、なくなって代わりに、その代わりもっと楽しめるような、そんなね、アップデートがやってくるよっていう、そういう
お話となります。はい。なので、どうなるんでしょうね。まあね、クラクラって、まあ、大工の拠点ね、こう、ゲーム性が変わるっていうのはね、これがまあ、初めてではないんですよね。初めてではなくて、実はですね、クラクラね、ゲーム性が変わったのってね、レジェンドリーグ、が、とかね、が結構ね、大きな例に例えられます。クラクラのレジェンドリーグって、今までね、敵がまあ、出なかったんですよ。ほんとみんなね、レジェンドプレイヤーたち、やっぱ、攻められると、トロが下がってしまうんで、ずっとインするんですよ。ずっとインして、で、かつ敵を探すわけですね。ログインしてるとやっぱ攻められないんで。なのでずっとインして、敵を探すわけですよ。なんですけど、レジェンドプレイヤーみんなそうするんで、敵が全然出てこないよねっていう、雲問題っていう、問題があったんですよ。ね、ゲームなのに全然遊べないってさ、それもうゲームじゃ、ないじゃないですか。で、かつ、ずっとさ、時間がある人が、やっぱ、インできるわけだから、なんか、上手い人っていうよりか、こう、時間がある人が、やっぱ、トロ上げれるっていう感じなので、ゲームとしてどうなのみたいなのが、問題がね、ずっと、協議されてたんですよ。で、その結果、じゃあ、どうなったかって言いますと、今のレジェンドリーグですね。昔は一日中探しても敵が出ないっていうのが当たり前だったんですけれども、2019年の6月、ライクの拠点のアップデートですね、最後のアップデート、ビルダーホール9と、同時に、はい、今のね、レジェンドリーグの仕様になりました。これはね、レジェンドリーグ知らない人のために説明すると、1日8回ね、攻めることができるんですよ。で、もちろん、1日8回攻められるんですよ。で、攻めで獲得したトロフィー数から、防衛のトロフィー数ですね、失ったトロフィー数引いた、分が、プラスになるよっていう、そういったね、システムになって、で、今のね、レジェンドシステムになったっていう歴史があるんですよ。はい。なのでね、大工の拠点、変わるよっていうのはね、このゲームシステム変わること自体が、もう初めてじゃないですよね。レジェンドリーグで一回ね、もうあったんで、なので、大工の拠点でも、こういった、システム、バーサス戦のシステムが、廃止されて、まあ、どうなるんでしょうね。今のレジェンドみたいな感じになるのかな。ちょっとね、どんなゲームモードになるかは自分開発者じゃないんで、わからないです。憶測でしか物を話せないんですけれども、まあ、例えば、通常ね、マルチの資源狩りみたいな感じで、資源狩れるようになるとか、まあ、それはないかでも、それはなさそうかなっていうふうには思うんですけども、まあ、プレイヤー対プレイヤーっていうシステム、バーサス戦は廃止されて、レジェンドリーグみたいに村をね、一回探したらその村が出てきて、で、それに攻めて、で、破壊率に応じて報酬がもらえるとか、なんかそういった感じですね。やっぱり自分が攻め終えた後、相手が攻め終えるのを待つっていうストレスとかは確実に、なくしてくるんじゃないかなっていうふうに思います。てか俺ね、大工の拠点久しぶりにやったな、今。これ久しぶり、星1連発してる。星1連発してる。で、相手のね、攻撃待たなきゃいけないっていうね、感じに今、なってますよね。あ、でも星1で防衛できてる。星0で防衛できるか、これ。いや、星1、5、2、2、あ、負けましたね。っていうね、感じなので、なので、来年の前半って言ってるんで、まあそうですね、クラクラは、だいたい春、夏、秋、冬っていうね、4月か5月に春のアップデート、6月に夏のアップデート、で、10月にハロウィンの秋のアップデート、12月に冬のアップデートがやってきますんで、まあ早ければ、来年の、まあ3月か4月には、大工の拠点ね、リワークされる大工の拠点 2.0 がやってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、今回はね、アップデート情報、来年の前半にですね、大工の拠点が、大幅調整されるアップデートがやってくるよっていうね、アップデート情報、こちらね、動画でご紹介していきました。いや、本当に、もうずっとやってきてなかったんで、やっとかっていうのと、あとね、ビルダーホール10も、以前のね、Q&A の動画で、まあ、大工の拠点ね、来年の前半あたりにリワークするかもっていう情報出てて、そのタイミングでビルダーホール10出すよ、みたいな、そんな話をね、されていたので、ひょっとしたら、ビルダーホール10もね、来年の前半で大工の拠点の、リワーク大幅調整に伴って、ビルダーホール10やってくるかもしれません。はい。なのでね、こういう風にクラクラ動画毎日更新しておりますし、で、アップデート情報とかもね、皆さんがね、知らない、気づかなかったようなね、こんなって言ったら間、こういったね、ところ、気づかないところとかもね、動画でどんどんご紹介していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。